皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今回はですね、自分が普段使っている、まあ、自分の中では身だみ、見だしなみセットと呼んでいるものを、紹介していきたいと思います。まずはこれですね。ギャッツビー、ウォーターワックスってやつですね、えー。あ、ヘアリーロックってやつですね。まあ、これはすごいいいですね。まあ、リンゴの香りもしていい香りだし、 まあ、すごい、寝癖が広いんで、まあ、ワックスとかで固めとかないと、もう髪の毛がもうすぐもうボサボサになっちゃうんですよね。まあ、これは本当便利です。まあ、値段は598円ぐらいですね。まあ、とても使いやすいし、香りもいいって感じですね。次はこれですね。ギャッツビーヘアボディフレグランスフレッシュシャボンですね。 これはですね、まあ、えー、なんていうの、スプレーですね。まあ、香りとかつけるのに使ってますね。まあ、自分この香り好きなんでなんか気に入ってます。値段は678円ぐらいでしたね。まあ、これとてもおすすめです。次はいけるこれですね。えー、とおなじみの、ギャッツビー、フェイシャルウォッシュ。 オイルクリアフォーム P ですね。まあ、これはニキビ用ですね。まあ、僕2種類持ってるんですけど、まあニキビができた時はこれで洗浄して、普通の油汚れはギャツビーフェイシャルウォッシュパーフェクトスクラブ0っていうものを使ってます。こちらめっちゃ爽快ですね。眠気とかもすごい吹っ飛びます。まあ、冬場がちょっとまあひんやりしすぎちゃうので、まあちょっと辛いというのか。 ちょっと、ちょっと気持ちすぎて逆に、なんか、寒、寒、寒いんです、これ。まあ、短かったですけど、まあ、これで動画終わりたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。